プロ野球のセリーグは、巨人が4年ぶりにリーグ優勝を果たした。混戦のペナントレースとなったが、投手は復活を遂げた菅野、野手は4番、岡本和を中心に白星を重ねた。外国人の補強もはまり、フロントと現場が一丸となり、派遣奪回を成し遂げた。写真、2桁失点なしの投手陣をまとめた2人のコーチ、安部監督と一致団結。 巨人 OB で投手コーチ経験もあるデイリースポーツ評論家、関本史重志氏は、勝負どころの9月、投打が噛み合って広島に3連勝できたのが大きかったと思うが、シーズントータルで見たら投手陣がよく頑張ったよなと勝因を挙げた。チーム防御率に、49は12球団トップ。関本氏は、菅野の復活が一番なのは間違いないんだけど、と号。 山崎に続いて井上だったり、グリフィンだったり、序盤で崩れる投手がほとんどいなかった。グリフィンも鎌ヶ谷の二軍戦でピシャッと抑えて戻ってきたけど、よく立て直したよなと、二桁失点が一度もなかった投手陣の安定感を絶賛した。リリーフ陣にも注目し、一時離脱した体勢の代わりに守護神を務めたバルドナード、柵を不半身から獲得したケラーの活躍も称賛。 最後は少しバテたけど、バルドナードが急セーブ、体勢のいない期間を埋めてくれた。後ろに回って崩れることもあるかと思ったけど、前半は安定していたからな。ケラーもまっすぐが強く、巨人に足りない部分を補ってくれた。阪神からフリーとなって、すぐに目をつけたのは大きかったよなと語った。昨季はチーム防御率3、39。 リーグ5位から大きく改善された。関本氏は今期から一軍をまとめた杉内、内海両投手コーチの名前も挙げ、先発が立ち上がりに崩れることもなかったし、ブルペンでの準備も連携含めてかなりうまくいっていたんだろうな。バタバタするような雰囲気が伝わってくることが一度もなかったと振り返った。杉内、内海両コーチは一学年違いで巨人で現役時代を共にした。 12年、ソフトバンクから FA で加入した杉内コーチをチームに溶け込みやすいように奔走したのが内野美コーチ。ダブルエースとして日本一に輝いた。コーチとしてタッグを組むのは今季が初めてだったが彼らは人柄も最高だから、選手からの信頼も厚いだろうな。もちろん、二軍やバッテリー部門との連携もあってこそだろうけど、ブルペンでの準備。 選手のフォローを含めて細かい部分にかなり神経を使ってきたと思う。特別報奨金を上げてもいいくらいじゃないかと賛辞を送っていた。